ありましたよ。どうやら何が起こるかわかりませんが。あれは伝説のスーパーサイヤ人、ブロリー。バーダックさんは、いない?いや、それよりも、この歴史は、本来なら、ゴハンさんがみんなを助けに来ているはずなのですが、このままでは、全員やられてしまいます。なんとか、ゴハンさんが到着するまで、みんなを守ってください。カロット？何かの食べ物かな？こんな時に食べ物のこと考えるなんて、俺たちが子供だからってバカにしてるんだな。ちくしょう。なんなのよこいつ。とんでもないやつね。100倍なんなんだ今の。誰だこちらの。生きていたのか。よし、ゴハンさんが来てくれましたよ。ビーデル様、下がってってください。あとは僕が引き受けます。わかった、気をつけて。ゴハン君、かかろうお前は父さんを追って。さあ、クライナップ。父さんはもういない。父さんにかかって、僕がお前を倒してやる。ねえトランクス君、あの人どこ？そっか。バーダックさんに続き。そうね。ええ、どこかに。どこかに。やっ、ありました。これも今度こそお願いします。ここでブロリーに悟空さんを襲うつもりだったんだな。おいお前、それのガキに何の用だ。カカロッチョ。ひとつにして。ああ、ちょうどいい。ここは通さねえぜ。バーダックさんは
特殊能力でこの状況を把握できているようです。ここはバーダックさんを目指してください。カカロットにはフリーザをぶちのめすっていう大事な役目があるんだ。惑星ベジータサイヤ人の仇を討つために。てめえなんぞにカカロットの邪魔はさせねえ。カカロット心配ですが、今はブロリーのことだけです。なんとしてもこいつをここで倒さないといけません。帰ったり風景が変わったり一体どうなってやがるの。ベジータ王子なのか。そうだ、選ばれしサイヤ人のあんたならあれが作れるはずだ。なんだ貴様、何を言ってやがる。あんたに頼みがある。凄まじい気は、俺はまさか伝説のスーパーサイヤ人。俺のパワーボールで大猿になったのはあいつと戦うためだったのか。変身してすぐにパワーボールを破壊したのは他の野郎も大猿にさせないためだな。だがあんなパワーボールは本当に倒せるのか。Yeah!
くばい。下級戦士が戦っているのに、サイヤ人王子の俺がいつまで怯えているんだ。俺がベジータだ。化け物は死んだのか？大丈夫、気絶しているだけですから。あとのことは俺に任せてください。ナメック星の爆発と一緒にワームホールも壊れたわよ。めでたしめでたし。伝説のスーパー見てたわよ。バダックさんはでもいい男。奥さんがいキーいたいたいたい。こらやめなさい、神様ジョークじゃないの。